こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、松柏千年の樹です。これは松樹千年の緑と同種子の句で、真理は昔も今も全く変わることなく私たちの世界を照らし続けていることを表します。常に変わらない緑を保つ松や柏は永遠不変を示す表現にしばしば用いられる。松柏の樹は長寿を意味する熟語です。今から松柏千年の樹を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。